海星の味の素フィールド西ヶ丘です。2018明治安田生命 J2 リーグ第10節、これより5位東京ヴェルディ対6位水戸ホーリーホック上位対決の一戦をお楽しみいただきます。ヴェルディのベテラン田村直也です。 J2 通算200試合出場を前節の熊本戦で達成いたしました。ビエイラ林入れ替ったチャンス、林左足、いいですね。もらってからの一連のフィニッシュまでの流れ今どうでしたか。いや、良かったと思いますよ、当然こう点数を取りたいという気持ちがね強いと思うんで、はい、やっぱその辺を感じられるような今プレーですよね、はい、井上志音が右足蹴ります。アウトスイングのボールマンツーマンで見ている水戸です。林の頭シュートだー、林が落として詰めた平、先制はホームのヴェルディ。開始10分、最後は右足振り抜いた畑中です。畑中の得点でヴェルディが先制しました。今はなんかこうプロの、ね、顔になってますよね、はい、ちょっとそういうところは嬉しいですけどね、入れ替わった林、チャンス渡辺、ニアに入ってきた渡辺、ここも決定機、今ここもヴェルディ決定機、ね、もうちょっとでしたね、もう、あとちょっとでしたね、渡辺選手、林がいいチャンスメイクでしたね。そうですね、はい、パワーもありますし、7番へチャンス、体折れた黒川、ただこのボールは再三ヴェルディは狙ってますね、狙ってますね、ここはね。ドゥーゴアルス・ビエイラ選手がですね、右足のかかとのあたりをちょっと痛めているようですね。山岡主審が状況を確認に走りました。ドゥーゴアルス・ビエイラです。自らの足で一旦ピッチの外に出ました。ドーグラス・ビエイラです。福井が上がっていきます。チエゴのクロス、うん、抜けてきた、シュートだ。ここは最後攻める身と守るヴェルディです。そうですね、もうヴェルディはこのままねリスクをかけずに前半終わりたいんでね、はい、まあ、単調になってますよね基本的にはね。